昨日陽性反応に加えられたということで、一夜明けての今の状況と県民の方に現状を、はい、受けてもどういうふうに、はい、対応いただきたいかと思います。はい、昨日2件目が発生しまして、患者さん非常に容体は安定しております。そして速やかにその配偶者の方とそれからそのお母様ですね、濃厚接触者はお二人だったので、PCR 検査陰性でございましたので、ここは一つ経路が特定できて、封じ切れていると言っていいのではないかというふうに思います。そして改めて、やはり新型コロナウイルス対策をやっていて、感じることなんですけれども、まずやるべきことはみんなの力で、県民みんなの力で出さないようにすることが大切だと思います。それでもどうしても起きてしまうことがあります。で、起きてしまった時にはその患者さんも泣いたくてなってるわけではないので、みんなでしっかり慈しんで、そして、患者さんが自分の行動履歴を喋っていただいて、そこを封じていくっていうことがとっても大切なんです。なので、そういったところに対してプレッシャーがかかるとなかなかそこの対策が取れなくなるということが大きな問題です。ですので、ぜひそこが封じ込めていくことができたとしたならば、感染がしないということにもなるので、これをもう繰り返してやっていくしかないのかなというふうに思います。経路が不特定な方がただ出てきますと、なかなかこの対策というものができなくなるし、場合によっては後手後手を踏んでしまうことになると思いますね。ですので、今佐賀県自体はある程度しっかりと把握されておりますので、県民の皆さん方に改めて、今感染者が増えている、地域というところに、不要不急あとでもいいよっていうようなことであれば、ぜひ今は避けていただく、外出を避けていただくということをお願いしたいというふうに思いますし、改めて、3密が重なるところ、そして、換気をしっかりしていただくということを改めて、お話をさせていただけると思いますし、佐賀県は人と人が慈しむ県なので、もうぜひ患者さんにこう探したりとか、プレッシャーをかけたりとか、いろんなそういうことがないように、ぜひお願いしたいというふうに思います。以上です。あとは学校の関係ですけれども、はいはい、先ほどの会議の中では、はい、基本的に新学期については学校再開の方針は変えると、はいはい、でその一方でその部活動についてはそのかなりチームとの交流試合ですとか、はい、その合宿というのはちょっと、はい、避けるという話がありましたけど、はい、それについては多分学校関係者なり生徒さんから、はい、非常にこう反応があるかなと思います。ということで、今僕らが学校再開というところの方針を変えられないでいられるのは、先ほど申し上げたように我々としてこれ刻々と変わっていることなんだけれども、今の時点ではある程度コントロールされているというふうに我々は認識できているからなんです。ですので、それが維持されないと次の段階に進まざるを得なくない状況になるので、学校は再開したい。しかしながら県外との関係でいうと増えている地域に行くということになるとそのリスクが上がってくるので、感染者が特定されていないエリアというのが増えているところとの接触はできるだけ避けた方が今の佐賀県のコントロールされていると思われているこの状況というのが維持できるんじゃないかなというふうに思っております。ので、部活はいいけれども対外県外との強化したいだろうけれど、気持ちは分かるけれども避けていただきたいなということなんです。発射から以上ですか。佐賀テレビです、はい、陽性反応者がスーパーに行っていると。で、そのスーパーの場所というのはある程度分かってらっしゃるのか、そして、その同じタイミングで空間にいた方のリスクに関するご認識ですね、そんなに高くはないのかなというようなお話だと思うんですが、はい、そこを見てください。時期的には早い時期でありますし、もちろんゼロではない。これはもう新型コロナウイルスっていうのはまだまだ未解明なところは多いわけであります。
ですので、そのいわゆる濃厚接触者じゃない方もできる限り幅広にということで1回目の時もやらせていただきました。で基本的にはスーパーに行かれてるんですけれども、その時点はもっとずっと前の時点でありますし、特定にこういわゆる先ほど言った3密というんですか、そういった状況ではないというふうに聞いておりますので、過度な心配はいらないんだろうというふうに思っています。ちなみにどこのあたりの自治体のスーパーかというのはもう特定はされていらっしゃるでしょうか。スーパーの特定がされている、じゃあもうあえてマスコミしていたということですね。どの自治体、例えば伊万里市であるとか、佐賀市とかというのはもう公表はしないという。そうですね、1回目もそうだったんですけれども、いろんなところに行かれています。でその時に、自ら公表されたホテルもありましたけれども、他もいろいろこう行かれてるんです。ですけれども、そこでその次の反応としてあった時には全てこう持っていって、そこの場所も特定して発表していきたいと思いますけれども、それどん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 先に発表していくと、それ自体が非常に冷静な対応ができなくなる、別の意味でのリスクが起きてしまうということも考えていますので、佐賀県は基本的に隠さないという、そして嘘をつかないという県だというふうに自負していますので、そういったところは我々しっかり説明責任を果たしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。西日報新聞ですけれども、昨日武雄線中央テルが営業停止になりました。先ほどの会議の中でも経済対策について触れられていらっしゃいましたけれども、今後の県としてどういった対策を取ろうと思いますでしょうか。そうですね、これ、センチュリーホテルさんももともと島根県の会社で、そちらの方の会社自体が非常に厳しい状況だというふうに聞いております。そしてそのようなことが全国的に起きているんだろうなというふうに思いますので、我々にとってみるとアジアベストレストランの一翼になってもらうホテルでもあったので、非常に残念に思いますけれども、なんとかホテル自体の機能というのはとても大事なところでありますから、次にしっかり承継していただけるようなところが現れてもらえるように我々としても努力したいと思いますし、特にこうやって、雇用が失われるという方が出てくると思いますけれども、そこについてもしっかりとハローワークなど国の機関とも連携しながら、一人一人に対してしっかりと支援ができるような体制を取っていきたいと思います。一つ一つまたこれから起きてくると思いますので、なかなかこの佐賀県の経済もそのなんていうんでしょうか、血の巡りが悪くなっている状況に今入ってきているという認識があるので、そういったところをこの人とか物が動かなければいけないわけですけど、経済はそれ自体が非常にこの新型コロナウイルスというのはそれを止めるようなところがあって、いつどういう段階で開始していいのかとか、どのようにこう手を打っていいのか、例えば県内の皆さん方にこう多少動いていただくということも必要なのかなと思う反面、移動自体のリスクというところということも指摘されるわけで、非常に今回はそのバランスの取り方というところに各リーダーたちが苦面しているのではないかなというふうに思います。佐賀県もそこ両面しっかりと対応できるように、だからこそこの感染症対策で、これ以上広がらない、特定で特に特定できないものが起きてこないことを心から今からしっかりと、そうならないようにしたいと思いますし、それは我々だけの力ではできない、もう本当に県民の皆さん方の総力が問われている問題だと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。今回陽性の方の、感染経路とか感染元ですけども、3月21日の会食が可能性が高いと考えているのか、その点はいかがですか。そうですね、3月21日の会食、特に、その後の経緯でも、会食の時には皆さん分かってらっしゃると思いますけど、お互い陽性症状もなかったわけなんです。だからそういうところにまたリスクがあるわけですよね。だから結局そのお医者さんの方がかかっていてということであるので、基本的にもそれは 100% そうかというとこればかりは何とも言えないんですけれども、一定の蓋然性があるのではないかというふうに我々は認識しています。
今佐賀県の、範疇ではないんですけれども、会食に多数の方参加されていたということで、まあ、両県ですね、福岡、はい、熊本の方ということですけれども、はい、そちら、まあ、調査を依頼するとか、はい、感染源のためにというところは、はいはい、まあ、そこはあの情報を両県にも伝えておりますので、あとはそのそれの県のご判断だというふうに思います。そうです、ちょっと次の要素がありますので、すみません。はい、よろしいですか。はい、はい、はい、油の訓練を先ほどするというふうにおっしゃいました。うん、もう少し具体的にどういうふうにしか。基本的にハード対策はかなり佐吉さん今回しっかりされているところが あると思います。ただそれは実際ソフト、それが機能するかということを実証してやってみないといけない。さまざまなシミュレーションの中でそれが本当に機能するのかというところを訓練してみて、でそれを実感として我々もそして消防もそして佐吉の職員さんもみんなで認識したするということができたとしならば、 ある程度みんな共通認識ができるんです。ところがこのハードだけだとその実感としてみんなとして、それがこう何て言うか腑に落ちないということになると、それは僕は町民にも伝わってしまうと思うんですね。ですから、あ、もう今回はこれだけみんなでやってこういう訓練して今度俺たちもこう動くよっていうことがちゃんと説明しきれるとするならば、それは信頼にもつながりますし、それを佐哲さんにも分かっていただきたい。だから信頼を得てやっていくっていうことがお互いにとっていいことなんだ、事業者にとってもいい選択なんだっていうことを実証するためにも、今回まずこのそんなに日が経たないうちにそこのみんなでですよ、一部の人じゃなくてみんなで、入って検証するような訓練を、しっかりやっておくということがとても将来に大きな意義を残すんじゃないかなということで、あえてよろしくお願いします。